こんにちは、黒田和志です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、ビル・エヴァンスのモントルージャズフェスで自助ネットがドラムを叩いてるやつ、これものすごいこう勉強になるというか、もうモダンってこうやってやるんだみたいなね、仕組みはわかるけど使えねえみたいなものばっかですけど、ちょっとこう紐解いていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずはね、1番ですね。これ前にも説明したと思うんですけど、4拍子と3拍子が入れ替わるのね。だから最初の2つは4拍子のトレードになってて、で次の、2コラス目は、3拍子のトレードになってます。なのでまず最初に4拍子ね。だからもう4拍子と3拍子のこう考え方の非常にこうもうモダンの考え方の基本になるというか、応用しすぎてるからよくわからんかもしれないですが、これね、レガートから来てて、いきなり歌った。で、ここ、ハイハットでひっくり返して、で、もちろん、レードバックの、こう、イーブンのところに入ってて。ね。で、つたうたさだな。で、ここが全部、裏から入る。この、4拍子目の裏から入る。つくワン、つく、つたたう。わけわからんでしょ。こういう感じですね。ここのターン、ターン、ドド、ターン、ドドンとこう頭につながって、で、ドーンで、ここはタードンでしょ。タードン、シ、ターン、ド、タ、ド、タ。これ一個一個取ったら結構ビバップのフレーズなんだけど、叩いてるとかシンバルだけとか。なんかこう譜面に化すると確かにビバップじゃんみたいな感じなんだけど、全然ビバップに聞こえないところが、こういうハイハットから始めてひっくり返っちゃう。普通だったら、これフィリーのフレーズだよね。これをってやってるところがめちゃくちゃモダンに聞こえるわけですよ。ちょっとこれをじゃあ、通してやってみたいと思います。という具合ですね。なかなかに難しい。2番いきます。2番は、ツタトト、ツタトト。ここだけしかわからんかった。なんとなくあと、ドール。で、タートト、タタトト、ドードード、ウタウタウト、ウタタトトン、ドート。みたいなメロディーをロールで歌ってるんだと思います。ね、ここら辺は本当にこうかな、よくわかんないけど、やってみたいと思います。で、ここ終わった後3拍子になってるんですけど、今4拍子で書いちゃいましたが、こんな感じですね。3番ね、これはよく僕も使うんだけど、レガートをしながら、強くやるのは、エルヴィンなんかもよくやる3連でツバタツバタツバタってやりながら足でメロディーを取るんですけど、これ左足で取るわけで、左足のメロディーをやっときながら、最後だけ足、右足でウッドンと。しかもこれ3裏から入ってくるとこが。で、つったな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 。2割にしてるってことですね。じゃあ通してやってみましょう。超かっこいい。これは結構ね、僕もコピーして使うようになりましたね。はい、この4番たまらんすよ。これはツワンツタタタタタツツタタタタタタ。これね、これ
タンツタタタタタツタタトトタタタ、このダンタタタタタタ、まあ、とにかくロールがうまいですね。長いメロディを、こういうフレーズをよく使うね。ワンタタタタタツトトトト、これでフレーズをひっくり返す、こう表拍に着地する。でまた同じスートとタータトトンチタトトンで、ウレガート三拍子のアプローチとは思えないですよね。うんタタタタタツッタタタタタツッタタタタウッドトンタタウッドトンタタ、これなんかはここなんか普通表から行くの、タン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 ウッドトン、こんなことされたら頭わからなくなるよねみたいなね、やってみます。はい、というわけでですね、全くつけ焼き場でやっても全然できないって感じが、もう歯が立たないって感じですけど、多分もう本当にメロディー歌ってて、このまたぎ方とかすごいでしょ。うんパタパタタチタタタタタタチタタタタ、このチとドンの位置がどん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 ずれていくじゃないですか。もうこういうのがやっぱモダンというか、もう三拍子の枠をこう超えてるというかね、ここがもうディジョネットのすごいところですね。もう本当に演奏お粗末で申し訳ないんですけど、まあ解説ということでですね、久々にやってみたけど、やっぱモダンでかっこいいなぁ。でもなんかね、最後のタンタタタタタツッタタタタタタツッタタタタポトンティッタタ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 ンタン、メロディーに聞こえるんすよね。めちゃくちゃ歌ってる感じがしますね。というわけでディジョネットの、サムネイマイプスウィルカムの、8バースのドラムソロの解説でございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。